さあまずは準決勝1組です。ご覧の8チームが走る準決勝1組。信近さん、はい、まずは1組どこ見ていきますか。そうですね、6レーンを走ります塩瀬中学校が、予選の結果では3位ということ、全体の3位ということで、はい、注目のチームだと思います。そうですね、はい、そして、今チームが紹介されていますが、2レーンが小園、3レーンが大久保北、4レーンが小田、準決勝の結果5レーンが北神戸、6レーンが注目の塩瀬、7レーンが稲見、8レーンが小野池、そして9レーンが宝塚第一。塩瀬が一番の注目、ね、そうですね。そして、はい、5レーン隣ですね、隣の5レーンを走ります北神戸も、全体としては10番ですわ、はい、ですが、はい、昨年の新人戦のリレーでは7位に入賞しています。6レーン塩瀬、5レーンの北神戸が特に注目という準決勝1組です。各組の1着プラスタイム順の2チームが決勝に進みます。まずはこの1組で1着になれば決勝進出。スタート、中学女子 400m リレーの準決勝1組。北神戸が出てますね。そうですね、北神戸の藤本さんだと思うんですが、はい、そうですね、砲丸投げでも実は先ほど入賞していますので、ね、力強い選手ですね。反応という北神戸の選手が1走走って2走、ここもやっぱり北神戸と塩瀬が前に前に行きますか。そうですね、どうほぼ軸ぐらいですかね。3走へのバトンです。ここからは水色が塩瀬、そして北神戸は白とオレンジと黒という、ここからアンカーへもほぼ同時、一騎打ちアンカー勝負です。手前が塩瀬、北神戸が白とオレンジ、塩瀬が出ました、前に出ました、塩瀬が1着フィニッシュ、2着は北神戸です。塩瀬、北神戸、稲見、上位3着です。4着には小田が入っています。やはり前評判通り2チームが争いました。そうですね、本当接戦だったんですけども、はい、塩瀬のアンカーの寺志さんは、はい、非常にこう走力のあるスプリンターですね、昨年の新人戦でも 100m で2年生の部で優勝していますので、はい、エースが非常にこう最後に、ね、力を発揮してくれたというようなところかと思います。そうですね、アンカー勝負になりました。6レーンの塩瀬が1着、2着に北神戸という準決勝1組になりました。ではチームを紹介します。2レーンは翔陽、続いて準決勝第2組のスタート、3レーンは高取、第3レーン高取、4レーン注目の和田山、第6レーン宝殿、第8レーン三木東、6レーンに宝殿です。以上6チームの出場です。8レーン三木東、9レーンが南ひばりが丘、スタート、準決勝2組、4レーンの和田山、6レーンの宝殿、こちらは南ひばりが丘、外から行きます。和田山、宝殿、やはり前に来ます。南ひばりが丘頑張ってますか。そうですね、はい、外の南ひばりが丘、そして、和田山、和田山出てきましたね。和田山来ましたね。水色のユニフォームが和田山、そしてピンクが宝殿、和田山が独走状態です。和田山ぐっと前に来て、記録はどうか、1着フィニッシュ、
着は和田山、2着に宝殿、3着に南ひばりが丘、4着が三木東となっています。出ましたね、51秒台切って和田山が来ましたね。はい、第7投擲者斉藤真希さん、東京女子体育大学。第8投擲者郡奈良子さん、九州共立大学。郡さんは3回目までに 55m3、 やはり和田山が強かったという準決勝2組になりました。ではチームを紹介します。2レーンはアクラ、3レーンはアコウ西、4レーン加古川、5レーンは注目の上ヶ原、6レーン加古川中部、7レーンも注目の小野、8レーンは浜の宮、9レーン福崎西、以上の8チームです。5レーンの上ヶ原、7レーンの小野ともに今年に入って状態がいいという解説信近清さんのお話です。さあ準決勝3組、各組の1着プラス2チームが決勝進出です。スタートを切っていきました。どのチームもいいスタート。5レーンの上が払ってました。そうですね、この上が払う、はい、やはり予想通り来ましたか。行ってますね。そう、ぐっと前に来たのは上が払がちょっと出てるかなという感じですか、はい、5レーンの上が払。そうですね、3走へバトンです。しっかりとバトンも当たりました。コーナリングの3走、やはり上ヶ原がバトンを始め渡します。そして7レーンの小野、戦前予想通り5レーンの上ヶ原トップ、7レーンの小野が追いかけます。上ヶ原トップでフィニッシュです。速報タイム50秒台です。1着は上ヶ原、2着は小野、3着は加古川、4着は福崎西となっています。3走以降で上ヶ原がぐっと前に来ました。そうですね、アンカー上ヶ原の清水さんは、はい、春の、まあ、第1回目の記録会ですけどね、県の 200m で5位に入っている選手です、はい、非常にやっぱり後半にも走力のこうある選手かなと今の走りを見て、ね、感じました。そうでしたね、予選全体1番というタイムの上ヶ原、しっかりと力を見せました。50秒台で、ね、走ってますし、そうですね、このも、チームベストになるのかな、51秒56が出てますので、はいはい、あの予選より皆さん、あのどのチームも、ね、やっぱり調子を上げてきているように感じますね、はい、それではチームをご紹介しましょう。2レーンが表彰大付属、4レーンが後部、5レーン河原木、6レーンは星雲、7レーン注目の両南、8レーンは園田東、9レーンは上川です。 3m93、 2回目にクリアです。続いて園田学園女子大学の大阪屋さんです。続いて準決勝第4組、ホームストレートに追い風が吹いているというユニバー記念競技場、今日の青空のように鮮やかなこのブルーのユニフォームが7レーンの両南です。予選全体2位、手前の緑の9レーンは上川、そしてこちらは両南です。
それでは準決勝第4組のスタート、出場は7チーム。中学女子400m リレーの準決勝4組。スタート。ほぼ横一線というスタート。4レーンの後部が少し出ましたか。4レーン後部、そして7レーン両南、バックストレート。ここは逆風になっていますが、どうでしょう。ここまでは差がない感じですね今、はい、ここまでは混戦です。この後3走4走勝負。前に出ているのは両南が出た感じですか。両南ですか、はい、両南、そして後部、その外側の河原に両南が出ます。両南が伸びていくアンカー、ぐっと伸びて両南トップ、トップで今1着フィニッシュ。速報タイム50秒台終盤。1着両南、2着が神戸、3着河原木、4着が星雲となっています。近さん、2走あたりまでは非常に接戦、混戦でしたね。そうですね、はい、アンカー両南の4走の平野さんですかね、はい、県の新人戦も優勝してますし、はい、春の 100m の方も1位ということで、はい、やはりエースを最後に持ってきてるんだなという感じですね。両南の平野美希、平野さんといいますと前回大会の小学女子 400m リレーの野口北優勝メンバーでもありますよね。そうですね、非常にこう両南はですね、昨年も1年生入ってきて1年生が強いところもありましたので、はい、順調に伸びてるんだなという感じがね、しますね。2年生の平野、まあ、寺北であったり下級生も非常に力があるという両南が準決勝4組トップでここまで来ています。2レーンは荒牧、3レーンは西脇、4レーンは本田門、5レーンが10年ぶりの優勝を目指す伊吹大、6レーンは播磨南、7レーンは山手大、9レーンが大社です。スタートを切っていきました。中学女子 400m リレー準決勝の第5組、やはり伊吹大が前に来ました。そうですね、はい、順調に渡っていますね。バトンもうまく渡しました。2走播磨南もぐっと前に来ましたね。播磨南はね、ドロバッタさんという、はい、先ほど砲丸投げで優勝した選手なんですけども、あ、そうなんですね、はい、非常に力強いですね。ドロバッタ佐保が2走で播磨南押し上げて、ただやはり内側伊吹台来ました。伊吹台、そして山手台でしょうか。そうですね、山手、外から山手台、そうですね、トップは伊吹台、2着争いは山手台と播磨南、伊吹台が逃げます。2番手山手台、1着伊吹台がまずは入りました。2着は山手台、3着が播磨南、4着が本田門です。1着5レーン伊吹台50秒982着7レーン山手台51秒43、伊吹台が6レーン播磨南はまず1着ということになりました。4着4レーン本田門52秒19、以下はスクリーンをご覧ください。ここまではそのどのチームもしっかりバトンを渡して、それほど大差ということにはならないですね。はい、予選でね、今年初めてのリレーを見せていただいたんですが、そのままどのチームもこう調子を上げてきているという、はい、そんな感じを受けますね、はい、2レーンは星稜大、3レーン三原、4レーンが多田、予選では全体6位です。5レーンは大三寺、
6レーンは五色、予選では全体7位。8レーンは豊岡南、9レーンは南段、10レーンは三影です。信近さん4レーン多田、そうですね、多田とですね、はい、五色ですね、はい、あの6番手7番手ということでほとんど差がありません、はい、またあの2走4走に強い選手を両チームとも揃えていると思いますのでね、はい、あの目が離せないところですね、はい、4レーン多田はご覧のように赤のユニフォーム、少し6レーンの五色の選手がスタートをなんとかバランスを取り戻しました。ほとんど差はありません。1走です。2走へバトンが渡ります。注目のこのバックストレート2走ですね、うん、出てきたのはそうですね、山崎さんかな、はい、五色の6レーンの五色前に来ました。3走へ注目の多田は内側から赤いユニフォーム。さあトップ争いは五色と豊岡南でしょうか。五色が前、多田も来ました。向こう側の赤いユニフォーム、多田が五色を捉える。どうか、逃げる五色、捉えるか、ただ逃げたのは五色。6レーン五色がトップ、4レーン多田が2着、そして豊岡南が3着、対三次が4着となっています。デッドヒートになりました。そうですね、はい、1着2着ですね、51秒切ってきましたのでね、ほぼ差なしですけれども、ここまで準決勝6組が全て終わりました。中学女子400メートルリレーです。